再加入してるので、Amazon とかでも買えるので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに今の時点でもう家にね届いてる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。どうですかね。まだ届いてない方とかいるのかな。私はちなみに家にめちゃくちゃあってなんかそのめちゃくちゃある様子も見せようかなって思ったんですけど、自分で買った分がね、なんかもう重すぎて段ボール持ち上げれなくてちょっと無理でした。あまりにやっぱ写真集って重いんだなって思いました。そうなんですよ。なのでね、ずっと家に置いてます。なんかメンバーに渡そうとは思ってるんですけど、もうなんかメンバーに持っていくのをキャリーケースに全部入らなくて、ちょっと何回かに分けて持っていこうって思ってるんですけど、なかなか、でもなんかメンバーがもう買ってくれてたりとかね、渡す前にもう買ってくれてるメンバーとかがいたりとかして、本当にもうありがとうって気持ち。そうなんですよ。何分ぐらいからやろうかな。10分ぐらいにやりたいなって思います。なので10時10分になったらここにね用意してるんですよ。ちなみに特装版の方もちょっとこっちはまだ開けてないんですけどあります。ちょっとすごいあれですね、写真が、生写真が特典がついてるんですけど、こっちのね、どっちもあります。どっちも手元にある。お、ありがとうございます。5月のね20日にはね、広島のゲバントホールでイベントにも、イベントもあるので、写真集のサイン会とトークショーがあるので、よかったらぜひぜひご購入してください。お待ちしてます。今月トークショー行きたかった。おいでよおいでませ、いつでも待ってます。今日はロケでした。なんか結構外でがっつり動く系のロケをしてきたんで日焼けしたかもしれない。もっといろんなメンバーいるのかなって思って事務所行ったらまいちゃんしかいなくて、お決まりで2人でロケでした。ちょっとまた情報解禁をお待ちください。今日はでも山口県に行ってきて、瓦そばを昼ご飯の時に食べに行きました人生2回目の瓦そば、めっちゃ美味しかったです。そう、山口に行ってきました。なんか私あんまり山口行くことないから久しぶりに行きました。
そう、 STU っぽいね。 STU らしいですよね。おいでます山口、行きました。楽しいロケでした。あ、もうちょっとだ、10時8分今日朝6時半とか集合で、もう早すぎてびっくりだった。なんでね、今日は早く寝たいと思います。結構眠い早いね、早いよね。明日も早い、早起きです。今日は4時起きでした。やばい、負けた早いファンの方の方が早かった。明日は琴音の日出演させていただきます。トヨスピットでマイカーで出ます。ぜひぜひお待ちしてます。なんか最近本当1日おきとかに東京行ってる気がする気のせいかな。なんかほぼほぼ東京行って広島帰って、東京行って広島帰ってみたいな生活をしてる気がする。気のせいじゃないよねきっと。これはめっちゃ新幹線乗ってるね。めっちゃ新幹線乗ってますよ。うん、もうね慣れました。でももう本当に体がね麻痺してるから、大阪とか愛知とかだったら物足りないんですよなんか新幹線、東海道新幹線って名古屋まで行ったら名古屋から止まらないじゃないですか。その止まらないところまで行かないともう慣れないんですよ。うわ、まあこんだけしか寝れなかったってなっちゃうから、もう睡眠時間なんで新幹線は。名古屋まで起きてて、名古屋からはようやくちょっと寝ようかなってなるぐらいなんですよ本当にね物足りない。品川でもねちょっと若干物足りない。あ、品川だったらまだあれだけど、新横浜とかだったらうわまだ寝たいってなる本当にもう麻痺してます体が。 STU はそうなんですよ。もう新幹線生活めっちゃ楽しんでます。スタバ買ってメンバーと喋りながら、体を大事にね。うん、全然ね大丈夫。もう本当にね慣れ超慣れ、ではそろそろ写真集のね解説配信をしていきたいと思います。皆さんお手元にありますでしょうか。遊泳禁止用意した。お、まずこのタイトルと表紙は秋元先生が選んでくださって、タイトルをつけてくださいました。なんで私はこの表紙になると思わなくて、これなんやって思ったんですけど、でもいざこうタイトルとあとこの帯コメをつけてもらったら、なんかこの写真で良かったのかなって、なんか結構いいって言っていただける声もすごい多いので良かったのかなって思います。ちなみに裏には、表は秋元先生の帯コメなんですけど、沖優香の
可憐な微笑みは南の島に透き渡る海のようにあまりにピュアなので当面の間遊泳禁止にするらしいっていう文字なんですけど、裏は実はなんか私がインタビューで語ったらしい言葉なんですよ。絶対に飽きない、飽きさせない、いつまでも新しい自分を更新していきたいっていう。なんか私こんなかっこいいこと、なんか それらしいことは言った記憶はあるんだけど、こんなかっこいいこと言ったんだって思ってちょっとなんか恥ずかしい若干そうなんですよ。では、まあ、まずちょっと先に、まあ、いろんなインタビューとかでも語ってるんですけど、先に伝えておきたいのは、自分がこの写真集を出すにあたって、そのどういう写真集を作ろうかって思ったんですよね。でいろいろとなんかコンセプトみたいなのを考えた時に、そのなかなかこうファンの皆さんが見ることができない姿ってなんだろうって考えたんですよ。自分の姿でファンの方がなかなか普段見れない私の姿ってなんだろうって考えた時に、やっぱり私ってこうアイドルなので恋をしている姿って多分皆さん見れないじゃないですか、見ることがないじゃないですか。だからこの写真集のコンセプトは、私が恋をしてからなんだろう、始まり、恋の始まりから終わりを表した一冊にしようってまず最初に考えたんですよ。でまあなんか小説のプロットみたいな感じで、なんか大まかなあらすじみたいなのを編集の方に送ったんですよ。小説になんかほどかっちり決めてはないんだけど、まあそのなんかあらすじみたいな、でそれをもとに撮影していこうってなって、一人の女の子がまあそういう大切な人と出会って恋をして、では最終的にはね、いろんな経験をして別れていくみたいな感じかなみたいなで撮影したんだけど、まあ、その順番ほぼ順番通りに撮影したんですけど、なんかこの構成はね、自分が考えたわけじゃなくて、その1ページ目を開いてもらったらすごいなんかちょっと重々しい雰囲気になってると思うんですよ。1ページ目がこれはちょっと自分で最初にこのページを選んだわけじゃなくて、構成をしてくださった編集の方がこうしてくださったんやけど、あのラストシーン、そう物語上で言えば、そのもう恋が終わった時が1ページ目に入ってるっていう、ちょっとあのまあよくあるあのなんか映画的な感じ、もうラストシーンを1ページ目に入れてるんですよ。ちょっとなんか寒そうな、ちょっとめっちゃ重々しいっていうか、ここら辺見て2ページ目とか見てもらえたら分かるんですけども、めっちゃ天気が悪い海で、これはね島根県の、あ鳥取県とか、ちょっと待ってね、成石の浜っていう、島根かな、成石の浜っていう海なんやけど、あ鳥取だった、鳥取県の成石の浜っていうんだけど、なんか砂浜じゃないですか海って、普通はじゃなくてこれ全部石なんですよ。だからなんか三途の川っぽい、なんか全面が石、砂浜じゃなくて浜が石でできてるっていう、すごい結構足場が悪いところで結構大変だったんですけど、行くのもなんかそういうちょっと、なんか本当はなんかインスタとかで調べたらなんかパワースポットみたいな感じで出てくるらしいんですけど、この日はちょっと天気があんまり良くなくて雨も降ってたので、なんかちょっと
おどろおどろしい感じにね写ってて、まあここでお花をね、あ、ちなみにこの白のワンピースはなんか自分の中ではウェディングドレスを着たいって言ったんですけど、別れのシーンなんか最後別れるっていう設定になったからウェディングドレスっぽい白のワンピースになりました。でこれは花をね、ブーケを投げました。これでまあちょっと別れを表現してるっていうシーンです。なんか花投げてると思うんですけど、で終わってそのページが終わってタイトルロゴがドーンって来てるんですけど、まあこっから最後から、また最初に戻る感じでタイトルロゴがドーンってなって、はいこっから始まりますよっていう区切りですね。ここで区切ってます。でまあここは制服のシーンなんですけど、なんかまあ学生服で撮りたいなっていう話はしてて、でなんか自分的にはブレザーかセーラー服だったらセーラー服希望ってなったんですけど、フィッティングの時にそのロケ地が島根と鳥取っていうのを知って、なんか田舎の学生ってなんかイメージあんま派手な制服じゃないじゃないですか、中学生とか高校生って。なんでもうリボンとかもなくして本当にシンプルな白カッターシャツとチェックのスカートにしようってなって、もう本当は赤のスカートとかいろいろあったんだけど緑のスカートにして、結構素朴っていうかね、これですね。もう本当にあんま派手じゃない制服を選びました。でまあここら辺でちょっとね、学生な私を見ていただきたいなと思いますはい、制服シーンね。でこの制服のシーンでこのいきなりね制服を脱ぐシーンがあるんですけど、これは本当はその脱いだカットを撮る予定はなくって、この制服のカットではなんか私がカメラマンさんに、なんかそのカメラマンさんも結構アニメとかが好きな方で、なんかもうアニメとかどういうのが好きみたいな話をしてた時に、なんか私がそのアケビちゃんとセーラー服っていうアニメがすごい好きっていう話をして、そのアケビちゃんとセーラー服っていうアニメが本当になんか女の子の中学生が主人公なんですけど、なんかすごいフェチズムをめちゃくちゃ丁寧に作画枚数をめっちゃかけて撮って作ってるアニメなんですよ。もう本当に一個一個の髪をくくる仕草とかにめちゃくちゃこう時間をかけて、もう本当にゆっくりたっぷり見せてくれるアニメなんですけど、なんかそういうカットが好きですって、なんかそういう女の子が着たり脱いだりとかポニーテールにしたりとか、そういう日常の動作の仕草が好きなんですって言ったら、じゃあそれを撮ろうってなって、あのこれ普通に自分が泊まってたホテルホテル戻って、じゃあ脱いでいこうって言って脱いだ。だからそのキャミソール、ランジェリーじゃないんですよ。なんかランジェリーカットじゃなくて普通にあのアンダーで着てたキャミでも、なんか制服といえば別になんかちゃんとした下着じゃない方がね、らしいっていうか素朴な感じも出るかなって思って、すごいお気に入りです。まあサンプル画像とかにもね、あの出てるんで見てほしいですね。そこら辺は結構お気に入り、この自分的にはすごいノリノリでやった写真ですね。うん、とても良きですね。はい、で次がこの裏のこの衣装なんですけど、これキャミソールとピンクのランジェリーですね。これはなんか初めて
下着の撮影をするってなって、もう早かったんですね、朝7時とか、もう超なんか寝起きっていうか、もう6時半とかに起きてメイクしてみたいな。でもメイクもほとんどしてない、大丈夫ってぐらいめっちゃすっぴんで撮ったんですよ。これはまあ出会って一番ラブラブな時のちょっと初々しいカットになればなって思ってます。で、あのすごい自分のめちゃくちゃお気に入りなカットがあって、すごいあの腹筋をね見せてるカット、これねちょっと囲み取材の時に見せたから多分これは見せていいと思う。これがすごいお気に入りのカットです。私めっちゃ腹筋頑張ったんですよ、見てください。どう結構お気に入りすごい、これは頑張りました。そう、私は本当にウエストラインとか本当に結構頑張ったので、ここら辺はぜひそう注目してもらいたいです。結構ウエスト本当に絞った、うん、何センチか分かんないけど結構頑張った気がする。そんな感じです。でまあここら辺はピンクのやつは結構いいって言ってもらえることが多いです。ちょっとあばらが浮いちゃってるけど、うんうん、結構ナチュラルっていうかプライベートな私を楽しんでもらえたらいいなって思います。なんかねすごい、この名前が分かんないんだけどめっちゃすごい、なんていうの、橋で撮ったんですけど、なんかねすごいちょっとなんて言ったらいいんだろう、すごい千と千尋っぽいなって思った橋で撮ったんで、ちょっと見てみてほしいけど、なんていう橋か分かんないんだよね。この辺でも結構ナチュラル、私の足の筋肉がすごい、あの高校生の時の自転車通学で鍛えられた足がすごいので、これはまあ見てください。なかなかがっつりで、次がゲレンデショットになってるんですけど、これはあの私が12月生まれで冬生まれなので雪で撮りたいって言ったら、まあこの時2月に撮影したんですけど、めっちゃあの山陰側の方って雪が降ってて、普通に街とかも積もってたんですけど、ゲレンデももうめっちゃ積もってて綺麗撮りました。ちょっとゲレンデマジックでね、もう花がめっちゃ白く映ってます。それでめっちゃ楽しかったですね。でこの時ついてきてくれてたなんかマネージャーさんがもうめっちゃ体重が重い人だったんですけど、多分90とかそんぐらい、なんかもう歩くたびに沈んでって、私はそのマネージャーさんの後ろを一列になって歩いてたんですけど、なんかまるで そこを踏んでしまえばもう二度と戻ってこれないぐらい深かったですね。これでもちょっと水色可愛くてお気に入りです、モコモコ。あとチーク塗ってないのにほっぺがナチュラルピンクです。ここのゲレンデのご飯めっちゃ美味しかったんですよ。でこっから、浴衣のシーンなんですけども、これはねなんかまあ写真集を出すにあたって、まあ、そういう自分なりにシチュエーションとかいろいろ考えたんですけど、まあやっぱりね、こう自分が一番綺麗に見える衣装は何だろうとかいろいろ考えて、まあでもやっぱり浴衣は結構似合うって言ってもらえることが多いので、旅館のね浴衣をお借りして撮りました。ここはね浴衣と下着のカットですね。結構本当に雰囲気ある旅館で
撮って、本当にもうちょっとめっちゃ昔の、なんかもう電気が通ってなく、電気かな、なんかなんかが通ってなくてガスかなんかがめっちゃ寒かったんですよね。だからなんか石油ストーブとか炊いて撮影しました。電気は通ってたのか、ガスが通ってなかったのか、もう本当にね寒かったですね。ここら辺はねちょっと結構いい感じです。まあこのこれなんですけどすごい、あの個人的なこのなんかムザン様がパワハラ会議する、あのなんて言うんだろう、ムザン城みたいなカットで撮れたのでちょっと良かったです。お気に入りですね。うん、結構写りも良くてお気に入りカットで、ここら辺から次からあのバースナックかな、スナックのカットになってます。でなんでスナックで撮ろうってなったのか分かんないんですけど、なんか企画会議の時に、まあその失恋するって決まった時に、そのシチュエーションでなんか、まあ、一人旅とかこうなんて言ったらいいんだろう、失恋してから自分探しの旅みたいなするのはいいよねみたいな話にきっとなったんですよ。でなった時にじゃあバーとかもなんか似合いそうだねって言われたんですけど、フィッティングの時に行ってみたらもうなんかお店で働く人の衣装が用意されててまあお客さんの衣装がどんなのかは自分でも分かんないけど、なんだろう、すごいちょっと昔のホステスみたいな。でも初めて来たんですよこういうドレスみたいな。これはね結構ちょっとなんて言うんだろう、味があるカットなので見ていただきたいですね。うん、はい。で次、海ですね。これ唯一水着カットなんですけど、これ水着とジーンズで、あのナミさんのワンピースのナミの格好を意識しましたこれ2月に撮って、あのゲレンデの写真あったと思うんですけど、ゲレンデの同じ日に撮ったんですけど、ゲレンデの前にこの撮影をしました。そうですね、初めての水着撮影でした。これなんか言っていいのかわかんないけど、なんか私がこういう水着とかのグラビア撮影が初めてだったから全く知らなかったんですけど、なんか水着とか下着のグラビアってこの下にさらになんかなんていうの、なんかもう一枚パンツみたいなの履いてるんですよ、アンダーパンツみたいな。これ一枚だと思うじゃないですか、2枚重ねなんですよ。私知らなくて、そんななんか透明の紐で見えないようになってるんですけど、そう私初めて知ってそうなんかこれはちょっと夢が壊れるから言わないでおこうって思ったんですけど、今言ってしまいましたなんか知らなくてみたいな。うん、これでもちょっと可愛いって言ってもらえることが多くてお気に入りです。で次です。次は本当に、まあ、この水着とショットとかでは2枚重ねとかしてたんですけど、このお風呂はもう本当に何もつけずに撮影してます。正真正銘の
これはもう本当にスタッフさんもみんな外に出して、女性のスタッフさんしか入れずに撮影したカットです。この背中から分かると思うんですけど、沖の湯です。沖の湯は絶対やろうって思って、ただこのお湯、お風呂だん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 冷めていってなんか入った時は暖かかったんですけど、だん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 冷めていってめっちゃ風邪ひきそうになりました。はい、ここら辺は本当にちょっと皆さんにはドキドキしてもらいたいカットになってます。そう、なんか昔風呂、昔のタイル風呂だったから追い炊き機能がなくて、あとこのバスタオルでこうやってるショットは、その私が、まあ、好きな写真集の長濱ねるさんのなんかやってたカットで、まあ、カメラマンさんがその長濱ねるさんの写真集と同じ方だったので、細井さんっていう、撮りたいですってお願いして撮りました。なんかただ結構グラビアとかでは定番のポーズらしくて、その細井さんって方からはみんなそれやりたがるんだよなって言われながらそんなにいいこれって言われていやちょっとこれがやりたいんですよって言って撮りました。でも結構良くないですかね、この逆光のショットなんですけど、どうですかね、定番だけど良くないですかこれは、まあ、個人的にはいいカットだなって思います。ではこのバスタオルのシーンもね、まあ、ちょっとドキドキしてもらえたらいいなと思います。うん、まあ、沖の湯はどうしても痛かったので、でこの下着は結構大人な、まあ、ピンクの下着よりもちょっと大人な風なメイクとかにしてもらってますね。ピンクのこっちのランジェリーの時が結構本当にナチュラルメイクだったんですけど、こっちの白の下着の時は結構割と普通にメイクしてる感じですね。この浴衣をはだけてるカットとかは結構いい感じなので、うん、漏れてる。で紺の下着ですね、この特装版のこのポストカードになってるこのカット、これも黒か紺ですごい迷ったんですけど、フィッティングの時に結構やっぱ黒か紺が下着似合うってなったんですけど、紺になり、ちょっとショールームはちょっとダメかも、ちょっと切られちゃうから YouTube でまた投稿するかもしれません。まあでもちょっとリアルタイムでもねご紹介したいので、一緒にぜひ見に来てもらえて、見に来ていただけたらありがたいです。私こんなここで脱いでるわけじゃないのにね、商品として売っているものなのに悲しいはい、でまあ下着のカット終わって、この次なんですけど、このなんか電車のシーンあるじゃないですか。なんかこれすごい有名な、なんか木造の電車、電車じゃない、なんていうの、汽車、なんかすごい古い電車らしくて、これなんかね中に 入れるんで、ほんと動かないやつなんですよ。行ってみてほしい。あとこの島根の駅、なんか駅でも撮影したんですけど、すごいステンドグラスがめっちゃ綺麗で、で ここの駅で撮影してたらめっちゃ可愛い JK の女の子に、何の撮影ですかって言われて、あの写真集の撮影してるんですよってその話しかけてもらって、かわいいみたいな、名前教えてくださいって言われて、その名前教えて、まあ、その時 STU の3期生オーディション中だったから、ぜひ STU 入ってくださいってあのスカウトした場所ですね。ここで話しかけられました、島根の女の子に。でこっからはなんかワンピース着て島根の街をブラブラしてます。これなんか資料館みたいなところかな、すごい綺麗だった、幻想的な、こう島根の街を歩いてます。これなんかすごい写真集のカットで、なんかこれすごい
いいねって言われる。これはなんか夕日、このカットがあるんですけど、ポーズ、これはなんか夕日がめっちゃすごい綺麗で、なんか夕日が眩しいみたいなことしてたら、なんかあ、じゃあこれいいねみたいな感じで撮りました。でも結構目とかなんか髪にいい感じに夕日が当たってていいなって思いました。なんか島根の街めっちゃなんかレトロで良かったな。うん、はい、こんな感じで終わりですね。あとインタビュー結構いろいろと語ってますね。うん、ここのインタビューもぜひ見ていただきたいなって思います。結構普通に自分のこれまでの話とか、なんかその自分がどうしてセンターになりたいのかとかいろいろと語っているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、裏はなんかこういう飛んでるカットになりますぜひこちらの方まだまだご購入できるので。別れた理由ってあるのかしら。なんか自分はそのこの写真集のストーリーは本当にあらすじしか書いてなくて、一貫してテーマはもうそのもし起きるかという、まあ、女性が恋をしたらっていう、アイドルとしては見せれない姿を見せたいなって思って作った作品だから、どういう恋をしてどういう理由で別れたのかとか、別れてないのかもしれないし別れたのかもしれないけど、そういうのはなんかもう本当にご想像にお任せしますっていうか、うん、いろんな解釈をしていただけたらなって思います。なんか正解はないというか、なんで島根と鳥取だったの、なんか自分がイメージするところとか伝えてて、でもなんか、まあ、他のメンバーが瀬戸内海で撮ってたりとかして瀬戸内で撮ってたんですけど、なんか瀬戸内じゃなくてもいいかなと思ってて、瀬戸内で撮りたいって気持ちはめっちゃあったんだけど、なんかその大人の人と話してて、結構もう他のメンバーが瀬戸内でも撮ってるから、なんかその私のやりたいシチュエーションがね、結構レトロな場所が多くて、それがちょうど本当に島根と鳥取にめちゃくちゃ理想があったっていう、まああと近い近いので、まあ実質ね、島根と鳥取はもうほぼ岡山の近くなんで、実質瀬戸内という括りで来ました。日本海で撮っても、日本海も海もつながってるので、ね、頑張れば瀬戸内海ってことで、本当にねめちゃくちゃなんかもうレトロっていうか、街並みがもうめちゃくちゃ良くて雰囲気あふれるところで、うん、ご飯もめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひぜひ見ていただきたいです。うん、そうなんです。その探していただいたロケ地がすごい島根と鳥取で、いや本当はね、なんか最初はなんかちょっと遊び心で、なんかくじでなんか引いたところで撮ろうみたいになってたんですよ。でくじも一回引いたんやけど、なんか海外とかも込みのくじ、なんか9時で出たところがどこだったかな、佐賀県だったんですよ。佐賀だったかな、佐賀じゃないかも、でも佐賀だったんですよ多分ね。で佐賀かーってなって、
佐賀でもめっちゃいいんやけど、そうコッコさんの出身地いいんやけど、まあちょっとやっぱ若干遠い遠いってなってなくなっちゃいました。そう、でも佐賀ね行きたかったんよ本当に。だって一発で出るなんてめっちゃすごいじゃん。そう、なんかいろいろそう出てたんですけど。そうなんですよ。まあ遠いっていうか多分あれだったのかも。そのこのそのいろいろ自分がやりたかったシチュエーションに合うところがちょっと難しかったのかも。まあそんな感じでやっぱくじはなしにしようってなって。そうなんです。もう本当にねこのちょっと後ろの一番最後にロケ地が全部書いてあるんですけど、ロケ地っていうかそのご協力いただいたところに本当に素晴らしいので、ぜひぜひ皆さん行ってもらいたいなって思います。そうです、重版おめでとう、ありがとうございます。なんか結構大人の方から本当にすごいよって言ってもらえて嬉しかったです。皆さんありがとうございます。そう、なんかイベントの時も本当になんか自分のファンの方以外の方とかもめちゃくちゃたくさん来てくださってて、めっちゃ嬉しかったです。渋谷伝えと広島のタワーレコードサイン会、すごい本当に嬉しかったです。ありがとうございます。うん、まだね渋谷伝えの方ではその名前書いてないサインだけのサイン入りの本とかも写真集とかも売ってるので、ぜひぜひ近いよって人とかは、ね、手に取ってみてください。よろしくお願いします。ショールーム専用のはずなのにリアル行ってしまった。嘘、全然リアル来てくれていいんだよ。うん、何冊ぐらいある？なんかね渋田さんはねめちゃくちゃ書いてくださいって言われて結構書いたんですよ。だから結構あると思う。どうだろう、10ぐらいは書いた気がする。サイン、いや嘘かも、もっと書いたかも。そう、タワレコの方にも書いてるのでぜひぜひ。うん、タワレコ広島行ったけど可愛すぎてあまりお話できなかった。嘘、話しましょうよ。いやでも本当にねなんかサイン会じゃない、その写真集とセンターになりたいっていう夢と同じぐらいソロイベントがしたいって思ってたんですよ。でももうそれが結構ほぼ叶ってしまって、なんかすごい嬉しかった。なんか自分のためにゴールデンウィークとかもね集まってくださったんだなって思うと、皆さんが、うん、本当にありがとうございました。また5月20日にあるのでぜひぜひお待ちしてます。大阪来て、いや関西行きたいんですよね。うん、関西行きたいんだよね。めっちゃもう大阪とか行きたい。北海道めっちゃ行きたいよ。イオンモール岡山売り切れ、嘘、岡山でもしてみたいしね。囲み取材のご感想は、いや囲み取材めっちゃ緊張しましたね。
なんかあんまり説明がなく、はいじゃあ出てくださいって感じで出たんで、あこんな感じなんやと思って、結構ガチガチ久しぶりに緊張してました。動画でも緊張立ってきたよね。動画撮ってると思わなくて、そっか動画取材もあったのかって思いました。でも本当になんかゴールデンウィーク、めちゃくちゃ自分も楽しい思い出になりました。よいしょ。写真集はまたね YouTube とかで、なんかマネージャーさんが確か動画を撮ってくれてた気がしてて、まあ、その動画もしいただけたらまたメイキングみたいな感じと、あとこの写真集の解説動画みたいなのも撮りたいなと思ってます。ちょっと見返せるように、この配信ね、もうリアタイの人しかなかなか見れないから、解説動画とか撮りたいなと思います。おきチャンネルで、リクアワのもコメントありがとう動画。渋ツタで流したやつ売ってほしい。なんかそう、渋谷ツタヤでなんか7分ぐらいのメイキング動画が流れてて、それはもう行った人しか見れなかったやつらしくて、まあそれが今後上がるのかはちょっと、あまあ上がるとしたら多分 CM アナウンサーの YouTube だと思うんだけど、原稿者さんの、上がったらいいなって思います。写真集の感想を伝えるためにおきちゃんのお話し会撮りました。お、ありがとう。そう、長めだから見たいね、見てもらいたい。全部見れなかったって人も多分そう多いですよね。私も全部見てない。見せたい本当に。なんか目標にしてたことが、なんか写真集ね、本当に自分が出せるって思ってなかったし、多分なんかファンの人もきっとなんか出すと思ってなかったと思うし、もう本当にびっくりしたんですよ。多分写真集を出すメンバーがいるとしたら絶対私じゃなかったと思うんですけど、でもそれでもこうやって自分が写真集を出せたのは、あの本当にファンの皆さんのおかげなので、私がね本当に夢を叶えることができて本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです本当に。次は誰かな。いやでもサーヤンとかも出したいって言ってるし、見たい本当に。でもだから全員のが見たい。だから本当に私が頑張ったら次のメンバーにきっとつながると思うので、 STU の写真集がどんどん事務所とかにも入ってなくても出せるんじゃないかっていう流れはもうひなさんがまず作ってくれたので、いろんなメンバーの写真集も見たいなと思います。本当に、ね、ユミニンさんとか千代さんとかフーさんとかがね、本当にすごい前例を出してくださったので、私もね本当にその中のメンバーに入ってるっていうことがもうまずおこがましいんですけど、頑張ります。
ヤンマ側のグラビア、そうヤンマ側のグラビアもねちょうど私出てるんですよ。無料分でも見れるのでぜひ見てみてください。ただいま公開中です。あとあの瀬戸内 PR 舞台のムック本、お渡し会私物だとかいろいろあるんでイベントたあのタワレコ広島のタワレコと私物た受付開始してるのでよかったらぜひぜひ。結構ムック本いろんな衣装で撮ってるので見ていただきたい。いろんな衣装だしりんこちゃんもいるし、なんか本当に長めのインタビューなのでぜひ見てね。そうムック本もねイベント詳細出てる。一人3時間インタビュー、そうガッチガチにこのメンバーとの関係このメンバーとの関係みたいな、もうめっちゃ長い。7人でいろんなんかすごいおしゃれなあの家みたいなとこで撮ったので楽しみにしていてください。イベントも7月にあります。3時間すごいね、すごいよね。エンタメもそう、エンタメの方にも写真集のアザカット載ってます。すごいたくさんいろいろと告知があって追いついてない。順々に告知していきたいと思います。エンタメ予約した、お、ありがとうございます。写真集のねアザーカットが載っております。りんこちゃんは卒業の気持ちが書いてるのか、いやりんこちゃんが卒業する前にインタビュー受けたからね、りんこちゃんまだまだいると思ってたんだよねその時はそういる程度7人の話をしてるかもしれない、多分もしかしたらのんきに話してるか、やめるのが早かったそう、よろしくお願いします。じゃあちょっとテロップ変えようかな。よし、この間あの歌舞伎町フェス瀬戸内 PR 舞台のありがとうございました。瀬戸内 PR 舞台で出たんですけど歌舞伎揚げもう新宿には行ったことあったかもしれないけど歌舞伎町って多分私初めて行って、なんか STU が歌舞伎町ってなんかあんま合わないじゃないですか、似合わないじゃないですか、多分人生初の歌舞伎町、もう死ぬほど大雨でびっくりしました。でもその新しい歌舞伎町タワー、歌舞伎町タワー行ってみてすごい綺麗でした。ステージもめちゃくちゃ綺麗で、あのマイクが結構大きめのマイクで、あのここがボアがめちゃくちゃ良かったです。なんか可愛いマイクでそう東横行った、いや探したんですけどなかったんですよね。ちょっとすぐタクシー乗っちゃったから、ちょっとみんなで東横のあの あれはみたいなあのあれはってこう見たんだけどちょっとなかったですね。マネージャーさんにもなんか早くタクシー乗ってって言われても雨だったから、ちょっとドアトゥードアだったんですよタクシーで、だから全然見れなかったです。
し雨だったのでみんな傘さしてました。すごい楽しかったです。 PR 舞台、 PR 舞台だったあの可愛い衣装を着れるから嬉しいですね。何の話しようとしたんだっけ、なんか話したいことがあったんだけど、あそうで PR 舞台の楽屋で3期生のあのお披露目を DMM で見てたんですよ。みんなでマジがっつり初見っていうか何をするのかも知らずに見たんですよ。えなんかみんなで見たら楽しかったえなんか覚えやすいと思いました。やっぱイベントあったらめっちゃ覚えやすい。うん、なんかねマイキ気になるメンバー、なんかマイキューにおすすめされたメンバーがいて、誰だったかな名前忘れちゃった、誰だ、なんかマイキューがこの子の歌がめっちゃ可愛いんよって言ってきた子がおったんですよ。わ誰だ誰だったかな、リアチューかな、なんかすごい多分年少、違うかも、ちょっと聞いてみるわ。でそのなんか歌ってるのを見て可愛いって思ったんですよね。確かに忘れちゃった、ちょっとすごいね、まいちゃんにね、ねえねえ見てここかわいいんよって言われた子がおったんですよ。でもすごいあのみんなかわいかったし、なんかすごいいっぱい覚えて偉いなって思いました。ちょっと、MC も面白かったけど曽川ちゃんとかすごいオーラがあるなって思って、で息をする心をやっててね、いやパセリと見てて、まあ、パセリがツイッターにも書いてたんだけど、なんか息をする心を見ながら、なんかこういう自分のポジションの子って見ちゃうよねみたいな話してて、であもうすぐパセリが来るよって言ったら、なんか楽しみとかパセリが言ってて、そしたらパセリの歌わりがね、息なんだっけ、息の仕方変えようみたい なんかそこら辺だったんですけど、そこの歌になった瞬間、なんか普段16人ポジションでやってるんだけど、なんか3期生は14人だから2人ポジションが削られてて、パセリのポジションがいなくて、パセリがいないキヤハハハって笑ってて、もうなんか全然面白くないんだけど、その時死ぬほど面白くてめっちゃ笑って、やばい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 ってなんか謎のいないみたいな、なんか全然今考えたら全然面白くないんだけど、なんかめっちゃ面白くて二人でずっと笑ってましたえ超楽しみじゃないとか言ってて、そっかって、14人って削りやすいな確かにってツボでした。パセリ、大体パセリとかとほぼ見てたかも。うん、いや良かったです。なんか瀬戸内の声とか久しぶりにフル聞いたんやけど、あの知ってます、フルの歌わり、涙落ちるなら、ここにね傘持ってね、傘をさせばいいって、あのなんかナルトの渦潮をねみんなで作る振りがあるんですよ。めっちゃ久しぶりに見たその振りなんか昔よくやってたんですよ。みんなでぐるぐる回ってね、ナルトの渦潮をね表す振り付けがあるんですよ。あーってこんなん久しぶりに見たなって思って、明日には枯れるから、晴れるからだ、なんで枯れたんだろう今人生は海枯れちゃった遥か彼方に雲がかかって
いや、よかった。本当に歌も頑張ってて偉いなって思いましたうん、なんか気になったメンバーいたとかすごい聞かれるんですけど、なんかあの MC が面白くてなんかMC の話になっちゃいますね。でもパフォーマンスでいいなと思ったメンバーはめちゃくちゃいました。めちゃくちゃっていうかもうほぼ全員可愛いなと思いましたけど、なんか井出かなうちゃんのニックネームがちいかな、なんかちいかな、ちっちゃいからちいかならしくて、私はもうちいかわたのなんかちょっとなんかちいかわたのあのちいかわというちいがちょっとアンピーのアンピーアンピーちょっとちちいかちあれみたいななんかすごいアンピーに教えたくなったちょっと面白いんだけど、本当に面白い。なんかちいかなとちいかまたでなんかなんか一緒にいてほしい面白かった。そうなんですよ。でも井出かなうちゃんなんかもう一個のニックネームはなんか中うとかで、えな、え中うってえ、なんか一回コメントショールームのコメント欄でなんか井出かなうちゃんは中うだよって教えてくれた時のなんかコメント欄の漢字が卵の方で、卵っていうかあのうさぎのうの方で、え絶対それは違うでしょって思ってたんだけど、本当に中う、中うでびっくりした。でも多分ひらがなの中うだと思うなんかすごい癖の強いニックネームだった。うんでも本当に良かったですね。ちょっと夜は見れなかったんだけど、昼の一番最初のやつは見ました。うん、でも最初にいっぱいスティック覚えておくと後からね大変じゃないから、フルで覚えておくのっていいなと思いましたいっぱい覚えててすごかった。サングラスデイズとかやっててびっくりした。結構ね難しいんですよサングラスデイズって、フォーメーションとか。うん、だからすごいなと思って、結構初めて覚えたら大変っていうか、ずっと動きっぱだから息をする心とかもそうだけど、息をする心は振りは割と簡単なんだけど、フォーメーションがねずっと動きっぱなんですよ。そうそうそう、だからうんすごいと思った。日曜日いる、何日曜日って、今日何曜日、月曜日、うん、なんか曜日感覚なくなる。あ火曜日だ、火曜日だった、ウェンズデー、サーサースデー、マンデー、チューズデー、今日はチューズデーだ。一回サンデーから数えないと、明日がウェンズデー、次がサーズデー、フライデー、サタデー、サンデーうんなんでイングリッシュ、いやちょっとグローバルになろうと思って。アイスクリームの日だよ。あ、なんかパセリが乗せてたね。アイス食べてないや今日、アイスボックスか買いたかったな、今日見なかったんよね。3期生誰と同じ例になるか楽しみだね。誰だろう、え、でも9時で決まるらしいよ。え、なんか噂噂だから、だしかも私誰から聞いた噂って感じなんだけど9時だったら誰って感じだよね。誰となるんだろう、まあ、誰となっても嬉しいんだけど、うん、あ、9時って公式に載ってるらしい。
なんか勝手に出たように言ったけど、公式らしいわ。公式に書いてあるそうです。うん、楽しみね。沖ちゃんが弾くの、え、知らん知らん知らん。内海理音に弾かせたらいいんじゃないかな。内海理音に弾かせたらいいんじゃないですかね。私の連は内海理音がまずいるんで、やっぱね、いや、あの子が弾いたらいいんじゃないですかね。やばいよ、もうリネタンと一緒なんだよ。リネタンと一緒だよ。もう楽しみだね。楽しみだね。え、皆さん楽しみにしててくださいね。リネタンの一緒だよ、本当に超楽しみなんだけど。やばい、多分もうありえんぐらいうるさいと思う。でもなんか楽しみだね。おやばい、楽しみ、リネタンと一緒のおれん。今から今一番楽しみなことそれかも。多分ね、私はね、もう予想するんよ。リネタンに朝会った時は、おはようございます、お疲れ様です、月さん、今日は一緒の連よろしくお願いしますって多分言われるんよ。もうそれだけはね、あの確定、もう予想しとく。まず私に挨拶してくるんですよ、絶対ね。そう、おはようございます、お疲れ様です、月さん、今日は一緒の連本当によろしくお願いします。多分それ言われると思う、絶対そう。もう今から予想しとく。体育会系の挨拶、いや本当よ、もう STN の中で一番礼儀正しいんだから、もう礼儀正しいを越してるんだから、すごいんだから、もう見てほしい、すごいんだよ。どんだけすごいか見てほしい。もう絶対お辞儀は3回なの、こっちとこっちとこっちと、すごいの。なんで伝わらないかな、もっと伝わってほしいのに。リネタンがどれだけすごいか。めっちゃ遠くから目合った瞬間、お疲れ様ですって叫ばれる私の気持ちを。本当にすごいんだよ、楽しみだね。うん、もう私本当にね、もうなんか自分が岡山で生まれてよかったなって思うこと、リネタンと一緒の出身県ってことかも。今一番感じるのは、多分私言うよ、インタビューとかで岡山県のいいところはって言ったら、あ、内海理音がいるところですねって一番に来るかも、もう。本当にね、嬉しい、リネタンと一緒になれてるし。最初はもっと王道だった気がするんだけどな。いつからあんな、なん、いつから、え、本当わかんないやん。出来合い、そう、大好き。まあそんなね、あの福山の STU 法廷と祭楽しみにしていてください。そこに入る3期が本当にどうなることやら、楽しみですね。前回のレーン STU 法廷と祭のレーン、リンコちゃんとリコチとリネタンだったの、なんかやばいよね本当に。なんか耳栓していった方が良さそう。なんか見てはないけど、どんなんだったのか、なんか絶対うるさいんだろうなって思う。多分ファンの人の方が声ちっちゃくて負けるんじゃないかな、わかんないけど、私見てないけど。見たかったな。楽しみですね、福山ね。またあのこの間みたいに幕張とかみたいにライブもあるので
今度は3期も出るしね、楽しみにしてください。知らぬ間に微笑む。福山楽しんでね。ありがとう。幸せな気持ちに。ちゃん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 。現場で見る優香ちゃんの素振りはいつも可愛らしく感じます。ありがとう。現場でも見に来てください。いつでも待ってます。お待ちしてます。そうなのよ。いや、よかったね、写真集の配信もできてよかった。何時に終わろうかな、全然今日は考えてないんだ。何時に終わろうか。今11時16分。1時16分だって。30分とか11時半とかそんぐらい、そんぐらいに終わっちゃう。うん、そんぐらいに終わろうかな。でも今日ね、なんかめっちゃさっきまで眠かったんですよ、ロケ終わった後。でも話してたらだいぶなんかバキバキになってきた。多分リネタの話をし始めた頃にもう目がバキバキになった。多分いつもよりね、エナジードリンクと同じ成分入ってると思う。多分入ってる。もうみんな目バキバキ。ひびしゃきリネタンだよ。ひびしゃきリネタン面白い。久しぶりにちょっとカラオケでもしようかなとか思ってイヤホンを用意したりとかしている。いやね、カラオケ配信ね、マイキューとしようかって言ってたんですよ、カラオケ屋さん行って。でもね、なんかコロナのなんかその第5波みたいな、なんかルール的にちょっと複数のカラオケ配信がまだできなっぽくて、できんかった。やりたいなと思ってたんだけど、なんかカラオケ配信しようよって言われて、あ、いいよって言ってたんだけど、できなくて。まあ一人だったら多分いいから、まあ一人で行ってもいいんやけど。そう、5類か。5波じゃないね、5波は来ないよね。私ね、広島県の LINE の公式追加してるんですけど、毎日コロナの人数来るんですけど、今めっちゃ少ない、広島。もうね、何人ぐらいだろう。なんかゴールデンウィークちょっと増えてたけど、もうほんとなんか70人とかそんぐらい。最近は40人とか、まあ、たまに100行くかなとか。一時やばかったんですよ、お正月とかすごかったけど。もうね、なんかコロナの人数もね、送らなくなるらしい。ちゃんと自治体の公式 LINE も入れてる。毎日唯一 LINE が来るの広島県から。あんま来ないんだけどね。え、悲しい、泣きそう。泣くんだが、唯一来る LINE 毎日。お、人気曲ランキング1位 YOASOBI アイドル、2位可愛くてごめんハニーワークス、3位スパークルラッドウィンプス、4位ファンサ、5位ハムちゃんとっとこた、ハム太郎とっとこ歌らしい。あのダムの人気曲ランキング。私アイドルめっちゃ聴いてるんだよね、推しの子の。うん、最近よく聴いてます。何歌おう。なんかカラオケ入れたはいいものの、全然何歌おうか決めてないんだけど。何歌おうかな。なんか別に今日が、あ、待って、今日あれか、
アイスの日だからアイスの口づけ歌おう。でもちょっと最近聞いてないから大丈夫かな。アイスの口づけ、待って待って、歌い出しどんなだっけ。最初のメロディーがまあわかるか、やばい。アイスのなんか最初の A メロの 音がね出てこない。こういうのって音入ったら思い出すかな。ポチッ、いける気がする。花柄のカーテン やばい、充電切れた。いきます。待ってね、ちょっと充電があと 20% っていう事実に気づいてしまった。アイスの口づけでした。やばいね、このちゃんともう一回聞いてくればよかった。声ガサガサやない、私。大丈夫そう。アイスのアイスの口づけ大丈夫？嘘。冷たくて胸の奥のどこかが大丈夫。大丈夫ならいいんだけどさ、大丈夫ならいいんだけどね。じゃああと7分なので、あと1曲だけ歌ったら壇上読もうかな。それでは聞いてください。 STU48 で息をする心。心臓のポーズ。夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てない。と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。
よし、28分ちょうどなので壇上読んで終わりたいと思います。それでは13位から読みます。13位、かずのりさん。12位、阿部寛さん。11位、ひろさん。10位、こばちゃさん。9位、ジェリーさん。8位、バンボイさん。7位、あちゃさん。6位、おりちゃんさん。5位、きょういさん。4位、やまっちゃんさん。13位からまでの皆さん、ありがとうございます。そして3位、ふうさん。2位、とうとうさん。1位、50代独身さんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございます。ということで、本日は写真集を解説配信でしたが、皆さん見てくださってありがとうございました。明日は豊洲ピットの方で、琴音の日にマイカーで SD の中からマイカーが出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。明日はね、ちょっと配信できないと思います、時間的にも。なのでメールとか読んでいただけたら嬉しいです。明日豊洲行く、お待ちしてます。写真集買います、ありがとう、嬉しい。ということで、ゆっくり寝たいと思います。今日は見てくださってありがとうございました。また平日ですけども、またまた真ん中だけど頑張って、よく休んで、明日からもまた頑張りましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。
ありがとうございました。